FM21 はみんなのラジオです。この後も FM21 76.8MHz でお楽しみください。 FM21 es la radio de todos. Que tengan un agradable momento con FM21 acompañándonos en 76.8MHz。やってまいりました。げんちゃんとアッキーの笑顔が大好きなお時間でございます。いやーもう本当に全国テレビで見てると本当に大雨での被害が本当にもうひどくて、もうテレビを見て本当に皆さんがどんな風に生活していること心穏やかではないんですが、ね、本当にお亡くなりになった方もたくさんいらっしゃいまして、本当にお悔やみ申し上げます。そしてこれからまだちょっとまた今後の続くかもしれませんから、ぜひ皆さんも十分にお気をつけて、被害がないように祈っております。さあ昨日おとつい土曜日曜、普天間基地のフライトラインがありました。2年ぶりだっけボギーちゃん。はい、昨年はなかったですね。そうだよね、はい、まあ、約1年ぶりっていうんですかね。まあでも本当にたくさんのお客様がまたお天気に恵まれてですね。いやこれ暑かったんですよ、げんちゃん。いや私もだから日曜日昨日行こうかと思ったらあまりにもカンカンでこれ熱中症なんだと思って。前の日も曇ってたんですけど、はい、それでも暑い、はい、汗ダクダクして歩いてましたけど、はい、翌日カンカン照りじゃないですか。そうなんでしょう。いやあれはもう本当に暑かったと、ね、沖縄の私たちでもあれはちょっと外出られんよなと、うん、それでもたくさんの方々が普天間基地にお越しになって、もうオスプレイの展示からいろんなイベント楽しんで、いたみたいですね。いや私も土曜日のライブ聞きに行きたかったんですけどもうおじさん元気ないいやでもね、げんちゃんやっぱりこの台風の影響で、はい、本来展示するべきだった航空機がほとんど来れなかったんですよね。皆さん期待してたんですけどね、はい、一番やっぱりマニアの方が期待していたのが、うん、新型のステルス戦闘機 F-35B という F-35A という普通のタイプではなくて、うんうん、垂直離発着ができる、滑走しなくて上にふーっと上がるタイプのやつで、はいはい、これは日本の航空自衛隊もですね、購入まあ検討しているタイプなんですけど、そう、はい、ステルスというとこうレーダーに引っかからないってやつですか。そう、レーダーに非常に映りにくいということで、はい、映っても小鳥ぐらいの大きさにしか映らんとかっていう話もありますけど、はい、まあ、このそもそもこのステルスっていうのは第二次世界大戦末期のドイツのハインケルっていうね、うん、まあ、あの時代からやっぱり考えられていて、いかにこの電波が大きくね、まあ、反射しないようにっていうことで、うん、まあ、考えられていまして、まあ、最近のこういったステルス戦闘機なんですけど、うん、その、電波を吸収する塗料なんかは日本製らしいんですよね。日本製すごいですよね。頑張れ日本ですね、本当に。本当ですよね。いや日本製ですよ皆さん。で自衛隊が最近、ノックダウンで作ったやつ、うん、はい、OEM ですか、うん、作ったやつは第1号機は出来上がったんですけど、はい、なんか本国のやつより日本で組み立てた方がいいっていうような話もありまして、もう、まあ、ものづくりの国ですからね日本っていう国はね。日本人本当にね細かいですよね。そう、はい、まあ、でもできればこういったものも自分たちの国でね、うん、作れればいいななんて思うんですけど、そうですね、はい、まあ、でも日本も手をこまねいてるわけではありません、うんうん、ステルス実証機っ
心身っていうものを作ってですよ、はい、あの実際にこの飛ばしてるんですよね。あ、はい、飛んでる。もう飛んでます。すごい。でこれがまた本当に優秀で、うん、レーダーにほとんど映らないっていう、あら、まあ、すごいですね、航空機なんですよね、はい。まあ、アメリカ軍の F-22 なんかと比べますと、うん、二回りぐらい小さな、航空機なんですけど、はい、まあ、小さいとどうしてもミサイルとか武器を多く積めないっていう難点は出てきますけど、はい、プラス材料はあの小回りが効くってことですか。小回り効いて、あと、うん、なんといってもレーダーに映りにくくなる。映りにくいってすごいですよね。いや、こういったね、ものを日本が独自に作れるようになってると、うん、で最近ではすごい15トンの推力のあるジェットエンジンも開発できたっていうことで、うん、将来の日本独自の国産機開発っていうのもね、あの夢物語ではなくなってきたなと。もう目の前ですね。だって日本っていう国は、はい、ね、元ちゃん戦前は、うん、飛行機大国ですよ。そうですね。その代表がゼロ戦ね。すごいですよね、はい、周りも。この沖縄の空も今から、ね、50年ぐらい前には、うん、50年じゃもっと前だ、はい、はい、70何年か前には飛んでたわけですから、飛んでますからね、はい、ね、一時は米軍を散々に圧倒した航空機なんですけど、うんうん、まあ、悲しいかな、その後が続かなかったということでね、うん、そうですね、はい、でも今こうして日本の科学技術が、はい、どん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 やっぱり開花してる、うん、でもケンちゃんこれどこかの国に盗まれないか心配ですね。いや、だから心配なのはあれですよ、結局この匠の技を持ってる方たちを首切ってしまって、その方たちがもう海外に引っ張っていかれたでしょ。もう要するに、はい、それ でその技術をやっぱりもらった国が今いろいろと大手を振って歩いてるじゃないですか。この辺がね、やっぱり先を見越す力。そう、だから日本という国もっと技術者を大事にしていいんじゃないかなってね、うん、思ったりするんですよね、はい、だからやっぱり高額な報酬をちらつかされると海外に行っちゃう、うん、そこで今まで蓄積した技術を使って新しい製品を作っていくっていうのが今まで多々あって、まあ、中にはお人よしの、まあ、どこぞの会社がですよ、はい、中国に、新幹線の技術を教えたらまるまるパクられてですね、 そうなんですよね。それを今度中国が輸出をしてライバルになっちゃったっていう話もありますから、うん、はい、やはりこのデータを積み重ねてこう技術を作り出すのが大変なことじゃないですか。資金投資とかね、そういう、そういう形でのせっかく積み重ねた技術をもうやっぱり日本人って本当に人がいいんでしょうか。はい、早速、はい、ネットアシスタントの、はい、南大阪の田舎者さんからメッセージが届いております。いつもいつもありがとうございます。はい、メッセージ、はい、F-35、タイプ B は、うん、バルカン砲機関砲がなんと、うん、オプションで吊り下げ方式になってて、はい、その時にはステルスが維持できるかどうか保証できないっていう感じでございまして、まあ、普通の F-35A は機内に格納されてるんですけど、はい、B タイプは外付けそこに、はい、本来ついてるところに垂直上昇用のファンがついてるもんですから、はい、それで多分外にしかつけられないっていうことで、うんうん、まあ、いらんもんが外につけばそれはバレちゃいますよね。ああ、そうですよね。猫に鈴つけるようなもんでね、チリンチリンとすぐバレてしまいますけど、はい、いや本当に南大阪の田舎者さん、マニアックな、すごいデータ、すごいですね、はい、みんなマニアですね。マニアですね、すごい。だってこれ大阪から聞いてるんですよ、元ちゃん。あ、そうだよね、ラジオ、はい、すごいですよ、こうしてすぐメッセージが、はい、飛んでくるっていうのは、はい、雨の被害はないでしょうか。そうですよね、心配ですよ本当に。まあ、南大阪の田舎門さんも、うん、はい、結構土を、ね、触るお仕事をしてますんで、うん、大きな被害がないことを、まあ、ね、願っております。はい、さてこのフライトラインフェア、はい、とにかく今回あった中でやっぱり一番の人気は何だったかと言いますと、うん、MV22 オスプレイにもやっぱり人気ですよ、人が集まってましたよ。はい、まあ口の悪い方からするとただの輸送機だろうというようなこともありますけど、はい、いや近くに寄れば寄るほど、うん、美しい曲線美、そうですよね、全然カクカクしてないんですよね。そうでオスプレイに近づいてコンコン叩いてみると分かるんですけど、はい、
あの普通の航空機っていうのはアルミじゃないですか、はい、オスプレイ違うんですよ、はい、何出てきてます、あのなんで FRP っていうんですかね、そういうあの複合素、あの素材で作られていて、すごい乾いた音がするんですよね。軽くて丈夫ってことですか、はいはい、まあ、その前には結構あの分厚かったりするんですけど、まあ、それが本当に綺麗な曲面で構成されていまして、はい、直線部分っていうのがほとんどない、はいはい、そしてこのプロペラブレードって言いますけど、これもあの他のヘリと比べますとずんぐりとして短いんですよね。で今回あのびっくりしたのが、源ちゃんの、はい、デモ飛行、あ、デモ飛行やったの？デモ飛行やったんですよ。うわあ、見に行きたかったな。今回ね、このあの普天間フライトラインフェアで、うん、驚いたのは、普天間基地所属の、うん、この CH53H、 あの大型輸送ヘリ、はいはい、これが2機で、うん、飛んできてのデモ飛行、フライパスといって滑走路の上を飛んでってまた旋回するっていうようなことをやって見せていただきましたし、航空機ファンは大喜びですね、はい、それと、普天間基地に配備されているいわゆる対戦車ヘリバイパーと、うん、あの普通の、ヒューイですね、それの編隊飛行、はい、そして、まあ、新内のオスプレイ、はい、オスプレイも2機あの一緒にですね、はい、ここはあのフライパスしていったんですけど、うん、ここで非常に興味深いことを私感じたんですよ、はい、実はあのこのオスプレイっていうの、まあ、結構ねあのうるさいうるさいって言われてますけど、はい、そのうるささをこの大きなヘリと比べることができたんです、はい、あ、だから一目瞭然、はい、だから目の前をオスプレイがいかに静かか、そう、目の前飛んでいくときに、うん、今までここに配備されてるあの大きなCH53H とオスプレイ、うん、もうこの騒音が比較にならない、あ、ずっとこのオスプレイが静かだったんですよ、はい、じゃあノーオスプレイがいかに嘘かバレバレですな。だからね、まあ確かに毎日近所で聞いてたら大変だと思いますけど、うんうん、こういったところで聞いてみると明らかにやっぱり騒音のレベルが違う、はい、比較対象できたわけですね、うん、比較対象できてよかったななんて思うんですけど、はい、やっぱり百聞は一見にしかず、そうですね、であと、はい、この CH53H のヘリ、まあ、最近ではあの窓枠を落っことしちゃって、もう普天間第二小学校に迷惑かけてますけどね、はいはい、本当にお尻ペンペンですよ、こういうのは。本当ですよね、やっちゃいけないことをやっちゃってるんだから、はい、ね、その窓枠の方も見てきましたけど結構がっちり止められてるんですよ、ね、あれが外れるのかと思うんですけど、誰がなんで外れたんだろうと思うぐらいなんですけど、ね、昨年この普天間基地の近くに、うん、保育園がありまして、はいはい、そこにあのオスプレイの、あ、ヘリの、プロペラのセンサーを覆ってるパーツが落ちてきたっていうね、はい、事件がありまして、噂がありましたね。そう、事件が起きて、まあ、沖縄のメディアなんかも大きく取り上げました、はい、ね、米軍機は落としたもんだって言ってからで、県もわざわざその時大きな音がしたって言って、うん、録音データまで公開をしたということで、でもとにかく、まあ、当然そういうのが起こると、はい、保育園の保護者不安になりますよ。そりゃそうですよ、やっぱり怖いですよ、はい、もうお願いだからうちの上飛ばないでっていうことでね、うん、やっぱり署名運動とか始めた、うん、これはね親として当然のことです。そうです、これはもうね、はい、で断るたんびにあの飛行しないでくださいってお願いをしている、うん、まあ、これは私あのやっぱり自分親ですから分かるんですよ、はい、気持ちはね、うんうん、はい、ところがあのその落ちてきたパーツっていうのが、はい、これ大問題だったんです、はい、調べてみたら、なぜかというとこのヘリから落ちてきたと言われていたパーツっていうのが、はい、プラスチックの円筒形のやつで 250g ぐらい、結構重たいパーツなんですよね、はい、で分厚いアクリルでできていまして、うん、これがあの屋根に落ちて屋根をへっこましたと、まあ、当然大きな音がしたと思います、うん、でここからが問題なんですよ、はい、とこの落ちてきたパーツ実は今使われてないパーツだったんですよね、昔の、はい、あらららららら、はい、昔のもう何年か前にあの新型に取り替えられた旧タイプのパーツで、うん、それとあのこのパーツをですね、源ちゃん、うん、ヘリコプターのこのプロペラブレードに止めるときに、うん、
あのクリップで止めるんですよ。あ、はいはい、でこのクリップっていうのは実はあの本体側プロペラの側にクリップを通す穴が開いてて、それにパッチンとはめるようになってるんですよ、ね。あ、はいはいはい。ところが見つかったこのケース、アクリルのケースは、はい、なんとこのケースにピンが刺さってたんですよ。あらあら。でワイヤーの方は途中で切れていたと、うん、これってね元ちゃん、だって本来であればプロペラブレード側に、ね、通されてるはずのピンが、うん、あの外れてですよ、はい、わざわざケース側の小さな隙間の穴から通って、うん、カッチンと閉まったっていうことになるんです。なんだろうかなこれは。はい、そして私やっぱり興味があるんで、はい、あのこの今のねヘリのその部分を見ました、うん、で前からねあのデマだどうなこうだって言ってる人たちがいっぱいいますけど、うんうん、やはり百聞は一見にしかず、そうそうそう、あの見ましたよ、はい、するとあの保育園に落ちてきたパーツとは全く形の違うものが装着されてたんですよね。あら、これは世界の七不思議ですな。はい、そしてこれがもう、まあ、米軍関係者の話では3年ほど前に今の新型のタイプに変えたと、うん、切り替えたわけですね。で防衛省の方でもちゃんと、はい、米軍の方に紹介をした、はい、そう米軍から正式な回答を返ってきた、うん、当基地に所属するヘリのパーツで欠品してるのは一つもないと、はい、そしてこれは今使ってるパーツではないと、うん、現行のパーツはあのこれではありませんっていう回答が返ってきた、はい、つまりこれね元ちゃん、はい、不思議なんですよ。約ね数年前に使ってたパーツが時空を超えて飛んできて、はいはいはい、で本来ねタイムスリップしてきたわけね。そうタイムスリップしただけじゃなくて、はい、本来ね刺さるべきでないところにピンが刺さって、うん、ね、空中に突然現れて落ちてきたっていう話になる、はい、これねあのよく、やらせだとか言って批判する人たちいますけど、はい、決して保育園のねあの園長先生とか保護者がね意図的にやるってことは絶対ない。まずね、うん、なぜかというとやっぱり子供預かってる身だし、うん、あの子供たちにねわざわざ不安を与えることはないと思うんですよ、うん、はい、だからはっきり言ってこの園長先生や園のスタッフ子どもたちっていうのはやっぱり被害者であって、うん、やっぱり私はこれをねあのまずどう考えてもありえないパーツをね、うん、第三者が投げ入れたとしたら、はい、その方が大きな罪ではないのかなと、ね、思ってるんですよね、はい、だからこの園も子どもたちも園長先生もみんな被害者なんですよ、うん、そういった意味ではね。だからもっとね冷静になって現物を見れば、うん、あのよくわかることもあるんじゃないかななんてね私思ったりするんですけど、うん、あの見もしないであの米軍ヘリのだってやっぱり騒いでる人たちっていうのはちょっと多いですよね。かわいそうだななんて ね、あの思ってしまいます、はい、さてその他にもあの C-130 空中給油機、うんうん、これはあの岩国の方に、全てあの配備移転させた機体、はい、まあ、これロバート・ディ・エルドリッチ博士が、うん、まあ、普天間基地の周辺住民の負担軽減ということで一生懸命努力させていただいて、うんうん、この C-130 空中給油機は岩国の方に移転してもらったんですよ、うんうん、それが久しぶりの沖縄に帰ってきてやっぱり展示をされていました、うん、私もこれに3年ぐらい前ですかね、はい、あのこれの輸送機タイプに登場しまして硫黄島まで行ったことがあるんですけど、あらあら、いやもう中はうるさいわ、ブルブル震えるわ、あらあら、でも広いですよ、車2台積み込みましたからね、あらあら、2台、はい、それと荷物もいっぱい、はい、で自分兵隊たちと一緒にあの椅子に、ね、あの後ろにのけぞって眠ってたんですけどね、うん、あの乗り心地はやっぱり最悪ですね、はい、旅客機ではないので、うん、はい、こういったものに旅客機の乗り心地を求めるのは酷だなというふうに思います。使用品体の目的は違うもんね。あのでもこの大きいのであのオスプレイ空中給油するわけですか。そうですね、この C-130 の、うん、エンジン4つあるんですけど、はい、4つあるエンジンの外側の方にあの燃料タンクみたいなものがついてます、うん、まあ、これはあの普段ドロップタンク
ックといって、うん、燃料が入ってるやつなんですけど、うん、この空中給油タイプはここに給油用のホースが入ってるんです、はいはい、で飛んでいますと後ろに例えばオスプレイとかヘリが来ると、うん、速度を合わせてここからホースがニュル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 と伸びていきます、はい、でオスプレイにしろあの CH53 にしろ機体のこの前の方にちょっと出っ張った棒のようなものがついてるんですよね、はい、これがいわゆる空中給油用のノズルで、うん、実際に給油するときはこれがビューンと伸びて、はい、給油から出てきたホースにすっぽりはまるようになってます。あ、じゃあロックするようになってるんですか。ロックするようになってます。すごいですよね。すごいね。空中でどん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 給油をして終わったらまた、はい、あの離れるとと、うん、いうことで、あのずっと理論上は飛び続けてられるようになるんですよね、うんうん、はい、それだからどこぞの国が怖いから、うん、ノースプレーになるわけね。うん、だから沖縄かどっか持ってけって騒いだかもしれない、うん、はい、そしてバイパー、これはいわゆる攻撃ヘリと言われているもので、うん、すごいね、このキャビン、人が乗るところの幅ぐらいの、うん、幅なんですよ、この全体的に。前から見るとすんごい細い、普通はね、まん丸とした胴体に窓がちょこんとついてて、うん、でっぷりとした形なんですけど、うん、これはもうそのキャビンの大きさ、うん、人が入ってるところの大きさがそのまんま機体の幅になっちゃってる。あら、まあ、これはやっぱり前から見るとすごい細く見えるんで、パイロットじゃ俺みたいなのが乗れないな。ゲンちゃんと自分が二人乗りしたら完全にアウトですね。アウトだな、これ。アウですよ、アウか。まあ、そういったヘリもありましたし、うん、また普段なかなか触れない米軍の、うん、パトカー、昔元ちゃん、はいはい、米軍のこのパトカーに MP カーって言われましたよ。 MP って言ってましたよ。 MP カーって言いましたよね、はいはい、懐かしいな、はい、MP 言ってた、はい、MP カー、今日ラジオを聞いてる皆さんでMP カーと言ってピクッと動いた人は大体我々と同じ中高年です年代変かなと思ってしまいますけど、いや MP カーあったんですよ。だってありました ね、 ね、みんな会社でしたよね。そう、懐かしいよね。でこの浦添のヤフソ通りにも交番があった時代、はい、そこにあったパトカーも会社でしたよ。ああの頃ね、かっこいいですよ、ね、はい、沖縄の警察会社乗ってましたからね、でっかいので、基地の警察はもっと新型のでっかいやつ乗ってましたけど、うんうん、そういう自分たちは MP カーと言ってね、言ってましたね、かっこいいって手振ってたりしたんですけど、はいはい、その現代版の MP カーが飾ってまして、もう子供たちがいっぱい群がってるんですよ。あ、子供たち初めて見るはずだから。でクラクション、うん、警報音鳴らしてみたり、うん、回転灯、うん、ピカ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 光らしたり、はいはいはい、それから、車載マイク、これは車の車載マイク使わせてくれた、はい、あら、まあ、前の車左に寄せて止めなさいと、あ、はい、前の軽自動車赤の1234、運転手さん左に止めて、寄せて止めてください、協力お願いしますってやる、あのマイクですよ。あれを子供たちが持ってですね、口をつけてアウとか言ってるんですよね。もう可愛くて可愛くて楽しかったな。はい、で、あと出店もいっぱいありましてね、はいはいはい、この出店でたまたま知ってる外人さんがいて、うん、ヘイって言うよっていう感じになっちゃって、はい、ヘイボギーカモンって言われて、うん、ワーツって聞いたら、うん、イッテイスティングって言ったら、なんかあった味見、はい、これがなんとローストビーフを味見しろって言われて、ね、おい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 、あ、本当に、うん、そしてすごいな。その前に自分は喉が渇いてたもんで、その出店の方で、うん、あれはルートビアって言ってかな、ルートビア、ルートビアだ、買っちゃって、うん、ルートビア飲みながら歩いてたんですけど、うん、そこでローストビーフ食べさせられてですよ、うんうん、これがうまいうまい、もう美味しいんですよ、元ちゃん。本当のローストビーフだ、うん、そう、まあ、噛めば噛むほどね、牛の出汁が出てくるって感じ。ついついワンパック買っちゃいました。あ、やっぱり、はい、でも安かったでしょ。これがね、お金払おうとしたら、うん、そんな大きなワンパックじゃなかったんですよ。小さいワンパックだったんですけど、How much is it? ってな、こう 変な日本語で、うん、1300円とか言ってから What? 1300円って言って OK って言ってから、うん、で思わず日本語で高いって言ってから
って言って、うん、買っちゃいましたけどね。あ、いやいや、まあ、みんなでのスタッフみんなでつまみ食いしたんですけど、はい、で帰り、このゲート1の方から出ようとしたんです、はい、するとそこに何か何やら怪しげな看板が出ている、うん、何なんだこの看板はと思って近づいていくと、うん、なんと日本語で、うん、ピザと書いて矢印が出てるんですよ。ピザ販売したと。ピザ、おで今回ピザの下にドーナツの写真も貼られてるんですよね。あれこっちのフードコートドーナツ屋さんねえけどなと思って、うんうん、スーッと入って中に入ってみると、うん、まあ、普天間基地のフードコート、まずサブウェイが真正面にあって、はい、その横に、ピザ屋さんがあるんですけど、うんうん、なんとその横に臨時にドーナツ屋さんもできてるんです。あら、まあ、でも自分暑かったから飲み物一つオーダーして買いました、うん、いくらあったかな、2ドル50セント一つ、はいはい、うん、でもその代わり、うん、飲み放題じゃないですか。そうそうそう、ね、飲み放題なんですよ。何回でもおかわりできるんですよね。おかわり自由なんですよ。日本のね、ファーストフードと違って、違います、ね、アメリカのファーストフードは一度注文すると、うん、いろんな種類飲み放題。飲み放題、いや、これは結構来てますよね、うん、で帰る時にまた満タンにして持ち帰るんですよ、ね、持ち帰るっていうほとんどそうです。自分はストレートティー持って帰りましたけど、ね、美味しかったですよ、ね、美味しいよね。で、ローストビーフ食べた後なんでちょっと食べ物はなーって言ってる時に、うん、ドーナツ見つけまして、ああどのこれがね、ドーナツは、やっぱりアメリカのドーナツだから大きいんですよ。大きいし甘いし、今のミスドのドーナツより二回りぐらい大きい、うん、そしてなんといっても派手もうとにかく派手です。原色よね。そしてもう一つ、うん、甘いんですよ。これがもう甘いんですよ。もう甘いんですよ。これがね12個、うん、12個入って、うん、1100円。お安いです。安い。や本当はもっとね、ダンキンドーナツ、そうダンキンドーナツ昔ありましたよね。おだってほら基地の他にも あったけどね、今なくなってるさね。そうそう、はい、うん、うちの周りにもありましたけど、うん、ダンキンドーナツ全部なくなっちゃいましたけど、いや自分大学の時にはよく勉強の、はい、場所として使わせてもらったんですけど、その久しぶりにこのダンキンドーナツ見てですよ、うん、買っちゃおうって言ってから買いましたよ、うん、でちょっと、ね、持って帰って食べてみたんですけど、うん、あ甘いこれ2個食べたらも大変だよ、うん、ついついもう1個でやっぱりやめましたけど、1個で1個食べないとね、うん、でもやっぱ美味しい。美味しいですよ。だからねこれ買う人いっぱいいるんですけど、うんうん、これが現地の面白いエピソードがあって、何何何、3年前に、はい、海兵隊員の、うん、憲兵やってる方とね、うんうん、このフェスタの話になったんですよ、うんうん、するとまあこの方から質問された。ヘイ、うん、ボギーと、うん、君に質問があるんだが教えてくれと。はいよ。はい、何って聞いたら、実はいつも大山ゲートで俺たちにヤンキーゴーホームって言ってるじいさんが、うん、この基地の中で孫連れてピザ買ってるんだが、あれは一体何なんだいって聞かれたんですよ。あ、そう分かるはずないじゃないですか。いや分かるはずないです。いや、あピザですか、って言ってから、で私逆に質問した、うん、そしたらね、なんて質問したかっていうと、うん、じゃあその見つけた時に外に追い出したんですかって聞いたら、うんうん、ニコッと笑って、うん、小さな子供と一緒だから、うん、見逃したよって肩もつぶるんですよ。さすがだな。かっこいいですね。かっこいいな。だからこの辺の配慮がないんですよ。こういったちょっとね、うん、優しさいいですよね、元ちゃんね。いい、最高ですよ、うん、本当に。でも年々やっぱりこういったフェアに入る人たちのチェック厳しくなっています、うんうん、身分証明書ないと絶対に入れない、はい、もちろんです。そしてセキュリティ上問題のある人も入れない、はい、どんな人かというとあまり詳しくは言えません。言えませんね。もし入り口であなたは入れませんって言った時には、うん、胸に手を当てて考えた方がいいんじゃないか、はい、素直に U ターンして帰った方がいいよね。そう。あと車によっても入れない車があります。お、なんだろうそれ。はい、このナンバーの車は入れませんって言って断れる場合があります。お、いやだって
校に入る前に後ろの窓からノースプレーのシール剥いだってバレるんですよ。だバレちゃう。あれよね、だからオンオフスイッチがついてないよね、沖縄 の, その 基地の前で大声出してる人たちは。そうね、こんな人入れない、うん、そしてもう一つ入れない、絶対に入れないって言ってたのが、はい、チャイニーズは入れないって言ってましたね。ああそう、やっぱり中国に対しての警備がすごい、警戒心とすごい強い、うんうん、はい、コリアンは OK って言ってました。あそう、コリアン OK、チャイニーズノーノーノーって言ってました、うん、はい、そうか、ね、フェスタに入りたいんだったらそういう方たちはもう最初から諦める。まあ偶然に入れたとしても後でバレちゃったら、うん、だからな、あこっちにオキサヨがいるとか言って通報されちゃうとすぐ警備が飛んできてみんなに囲まれて外に出されることになっちゃう。だから ね, ね、だから孫と一緒にドーナツ買ったりピザ買ったり、うんうん、出店で遊んで一緒に花火見たいんだったら、うんうん、不毛なことはやっぱりやらない方がいいんじゃないかなって思っちゃったりもするんですけど、まあこのような感じで普天間フライトラインフェア2日間楽しませていただきました。で笑ったことがあまりにも暑いのリフレッシュルームってあったんですよ。あったの？あったんですよ。そこ中を覗いたらテントの下に扇風機が置いてるだけだったという。扇風機だけ。扇風機。あ、だってほら滑走路はアスファルトだから暑いさ、熱持ってね。だからまあでもこのちょっとした気配りは良かったかななんてね、うん、思います、はい。さて今日は源ちゃんまた一曲行ってみたいと思いますけど、うん、今日はどんな曲かな、今日はですね、うん、サザンオールスターズのナンバーから行ってみたいと思います、うんうん。今日はでも絶対海には行かないでくださいよ。絶対やめてくださいよ。波浪警報出てますんでね。うもうこれ以上も警備の皆さんとかね、自衛隊の皆さんに迷惑かけたりしますよね。と、はい、いうことで、はい、今日のナンバー波乗りジョニーではどうぞ。いやーいいよな、桑田さんすごいね。やっぱり元気出ますよね。元気出るし、でもこれ聞いてすぐ海に行きたいなんて言ったらダメですよ、やっぱり。ああそれいやかけたこと言うのもなんなんですけど。本当にね、台風の時の海ってのはやっぱりやばい。まあ、だからほら、まあ、サーファーとかさ、わざわざこの台風の波の時にわざわざ滑りに行くけど、お願いしますよ。ああ危ないよ。もうね、怪我とかですね、本当その事件とかあったら大変ですから、台風の時はおとなしくお家でね、ピザでも食べて。ピザですか。あでもねこの台風、うん、台風8号すごいでっかくなっているんですよね、うん。まあ、今の現在地が日本の南の海上、うん、沖縄からするとそうですね、南南東っていうんですか、その辺りに今、はい、います、はい。で大きさがですね、今中心気圧935ヘクトパスカル。でかいよな、はい。この前沖縄のとこ通ってた台風が990ぐらいですから、うん、そう全然桁違いでしょ。でっかい、はい。これがね源ちゃん、なんと、最大瞬間風速70メートルっていうことで、たまりません。70メートル吹かれたら大変だよ、ね。うん、でねこれ暴風域が北側170キロ、うん、南側130キロっていうことでね、これまあ沖縄本島今のままだとギリギリ入るかぐらいですか、入らないか。でもあまりにも強いので、はい、暴風域に入っていないからといって安心はできないと。すでに現地離島の方では、うん、これ直撃、特にこの石垣島宮古島の間ぐらいを抜けていく可能性が非常に高いので、石垣宮古の皆さん本当に気をつけてください。本当によ、何も手伝うことができないけど俺たちは。だからこれね、うん、もうすでに島のスーパーとかコンビニから食品がもうどんどん消えてるっていうんですよね、はい。でまた海が荒れてくるとこっちから持っていくわけにもいかないし、ね、2、3日はもう輸送もできないはずですから。でこれが前にも宮古島で大きな台風来た時に電柱とか倒れたんですけど、うん、ありましたね。これもし直撃してですよ、うんうん、またインフラが壊滅するようなことがあったら本当に大変なことになります よ、 本当に今ね九州から、うん、四国、うん、中国地方近畿にかけて、うん、まあ、この
先週ですか、未曾有の大雨が降って、ね、100名近くの方々が亡くなって、うんうん、それ以上の方々行方不明になってるんですけど、そうですね、はい、まあ、そういったところで、本当に不眠不休で、人命救助に当たっているこの自衛隊の皆さん、はい、ありがとうございます。そして、海保の皆さん、はい、あと消防の皆さん、はい、もういろんな、あと警察 ね、本当にもう皆さん本当にもう一生懸命だって、はい、そうそう、この人たちだって、うん、元ちゃん自分の家庭があるんで、被災者なんですよ、この方たちも自分の家庭があるのよ、自分のね、親が行方不明になってるかもしれないし、うん、お家が浸水してるかもしれないのに、ね、まずはもう一般のね、国民の方から助けようっていうことをやっぱり一生懸命やってるんですよ、はい、とか最近私分かってびっくりしたのが、はい、この自衛隊のね、はい、車両、うん、高速道路通るときに料金を払わないといけないので、予算がないそうです。予算がなくて、こんなことあるの、緊急時に高速どうして、ただで通してあげなさい、全くもう。だって現在米軍車両はただなんですよ、はい、だからなんで米軍車両ただなのに、うん、自衛隊はただじゃないのと、うん、だって国を守る、国民を守るための自衛隊ですよ、うん、そうですよ。なんでこんなにね、あの差があるのかっていうことと、うん、あともっとびっくりしたのが、はい、トイレットロール、うんうん、トイレットロールですよ、はい、まあ、大山ゲートでね、米海兵隊にトイレを取り上げられて、リターンアワープータポッティ、俺たちのトイレを返せポッティちゃんね、人たちいましたけど、はいはい、その人たちが避けてるのはトイレットロール、うん、そのトイレットロール、なんと自衛隊の方々、うん、自分で購入って言うんですよ。嘘だろうよ、頼むよ、これ頼む、沖縄のね、例えば公共、うん、あの公共設備とか、うん、あの公共施設とか役所で、うん、自分で買ってね、うん、持ち込む人なんていますか。いませんよ、ちゃんとそもう準備されてますから。もう自衛隊の方にはもうこんな不便な思いさせないでください。不便なね、うん、扱いしてるのか、とっても不思議にならない、うん、もう法律をちゃんとしっかり書いてくださいよ。あ、国会議員の方々、うん、もっとね、この国家国民を守ってる自衛隊に対してもっともっと思いやり、うん、はい、ね、敬意と感謝を示してくださいよ。そう、あのとにかく名誉と、うん、それとね、あの地位と、はい、きちんとした報酬も ね、 そうですね、やっぱり上げるべきですよ、うん、はい、ね、決してあの駒使いでも何でもないんですから、うん、もうだからもうそれ聞いた時に、うん、そういったことの一言の不満も言わずに ね頑張ってるあの自衛隊の方々見ると、うん、本当 に特に沖縄では元ちゃん、うん、不発弾処理、はい、もうね、命かけて不発弾処理頑張ってくれてますよ。これ自衛隊の皆さんがだいたい1日に平均2件ペースで不発弾処理やってるんですよ、うん、はい、で緊急患者空輸、うん、ヘリコプターでだいたい3日に1回ぐらい飛んで、そうですよね、急患輸送してます、はい、どうしても離島しかない、離島が多い沖縄では、ね、飛行機は降りられないし、船は時間かかるし、はい、うん、自衛隊や あと民間のメッシュヘリにお世話になるしかない場合もあるんですよね、うん、はい、そうして頑張っていただいてますし、うん、不発弾処理なんか命がけですよ。本当ですよ。それをねやっているのに、うん、自衛隊は帰れって言う、なんというもう本当に罰当たりな連中だよね。お前たち税金で遊びすぎだぞキャーとかやっちゃうというのは、これ元ちゃんどうなんですかね。これ最低最低です、最悪、はい、もう僕からするとこう自衛隊はヒーローですよ。もう勇者ですよ、勇者。もうね、もう勇者、我々の勇者に対して こんな言葉を浴びせるなんて、もうぶったたいたのかと思いますよ、本当に。あ、でも現在なんか自衛隊に感謝する歌も作ったじゃないですか。そうですよ、もうだからもう本当に、こうやって今ほらもうこう大雨が降ったりとか災害が来て、もうやがまた地震とかがあるじゃないですか。そんな時誰が率先してもう先駆けて乗り込んでもう人命救助をしてくれるのかっていう、その原点も分からずにこう罵ってる連中を見るとね、お前ら人間かと思うんですよ。いや、そうですよね。だって東日本大震災の時ですよ、はい、本当ですよね。もういつも冷たいご飯だけ食べてね、うん、それも被災者の方に見られると、うん、嫌な思いするはずだからって、目立たないね隅っことかで食べてね、もうそんなに一生懸命やってるのに、うん、薄汚い言葉投げかけられた、本当に本当にね、これでいいんかななんて思う。それを聞いて黙ってる
その日本国民の皆さんよ、なんとかしてくれ本当に。いやだってはもうそう災害しに行って結局もう必死で今も働いて夜寝るときに雑魚寝ですよ、どまに。これ写真見たらねもう申し訳なくて本当になんか涙出てきそうですよね。涙出てきますよ本当に。なんでこうやってね人の命を守ろうと頑張ってる人たち、うん、冷遇されんといかんのかななんてね思うんですよ。あと、うん、あのこれもね沖縄県民の皆さんあんまりピンとこないと思うんだけど、うん、あと沖縄の警察官、はいね、沖縄の警察官本当にねもう大変な思いして仕事してます、うん、なぜかというとこの警察官の定員っていうのは、うん人口割で来るんですよ。あら、沖縄県が140万人の人口があると、うんはい、で140万人に対して3200人ぐらいですかね、うん、あもう定員が決まってるわけですか。定員が決まってるんですよね、はい、ところがこの3200人、うん、アップアップなんですよ。なぜかというとまず仕事多すぎるもんね。仕事が多い、あのなんで仕事が多いかというと140万のね人口しかないこの沖縄県に年間900万人もの観光客が来るわけです。観光客増えてますからね今。もう沖縄の人口のね6倍ぐらいの観光客がね入れ替わり立ち替わり入ってくる、はい、つまり140万の数であるっていうこと絶対ないわけです、うん、しかしこれだけ人が増える、うん、当然言葉も通じないと、はい、地理も不安ない、はい、まあ、いろんなあのレンタカーで今走り回ってますけど、はい、事件事故も増えますよね。事故も起きますよ、はい、まあ、そういった中であの140万っていう数にね対応した警察官しかいないっていうのはこれあまりにも私はおかしいと。そうですね。だからこれをあのやっぱ対応するとなると警察官は本当にオーバーワークになっちゃう、うん、それともう一つ沖縄では最近皆さんご存知の通り反基地運動っていうのが非常に盛んです。これが最悪なんですね。反基地運動にですよ、うん、県外からの活動家たちがまた混じってる、うん、時には国外もいますけど、はい、こういった人たちを排除するために、うん、もう各所轄から人を派遣されたり、うん、機動隊を派遣したりとかしてますよ、うん、もう本当に140万の島にいる警察官では全く足りないような、はい、ね、状況になっている。だからあれでしょう、まあ、僕らも基地反対という気持ちはよくわかるんですけど、でもここ私たち沖縄県は法治国家日本国なんですよ。もうでもこうそういうあのこう抗議されてるところに行くときにはあの法律を守らない、もうありとあらゆることをやるという、だからそういうだからその辺が私たちにとっては理解できないんですよ。だから法律の範囲で基地反対もうそういう形であのねいろいろアピールしたりするのはいいんですけど、もうだから無法地帯が沖縄県に何か所もあるっていうのが沖縄県民としてもう本当に恥ずかしい限りなんですよね。もうこれなんとかでもそれを取り締まる側のもう警察官の皆さんも、ね、人数不足してるから致し返しか、もう県知事かやっぱりそうです ね, ねやっぱり知事県知事じゃないですか、なんとかね、まあ、今回本当に大長知事の体調がね、うん、あまり良くないっていうのがすごい。大長知事の今 の, あのお姿見たら本当になぜこんなにここまで病状が悪化してるのにこんな風にこう役職に駆り立てていくのっていう、もう人間としてね、はい、もういたたまれないですよ。まあ、この大長知事そのまま続行できるのできないのか今のところまだはっきりしていないですけど、うんうん、私が非常にね今日ラジオを聞いている、いわゆる反基地派の方々がドキッとするような話しますけど、はい、これ実はね現在7月8日に辺野古に2000人、うん、まあ、主催者発表2000人予定されてますね、はい、集まって、反対集会開いてるんですよね、うんうん、でこれ何かと言いますと、この8月の中旬に辺野古の海に土砂を投入し始めると言われています、はい、ですがそれに先駆けて8月11日に、うん、県民大会を大野山で開くと言っているんですよね、はい、で私はこの県民大会が非常に怪しい、そうですね、焦げ臭いと思っております。なぜかというと今の県知事候補の件で、うん、保守陣営がすごいごたごたしている。そうなんですよ ね本当にもう残念ですよ。投げかわしいぐらいごちゃごちゃ、うん、ごちゃごちゃしています、はい、で今日あの
沖縄県連は、うん、この佐喜眞宜野湾市長に、うん、この要請書、あなたぜひ出てくださいっていう文書を持ってったって言うんですけど、はい、そこですぐ受諾しなかったという話がさっき電話でね、うん、入ってきました、はいはい、すぐ OK をしなかったと、うん、預かりになっちゃったっていうことなんですよね、はい、でそんな感じで今まだまだまとまってない中で、うん、土砂の投入が8月に始まると、はい、8月の11日に、県民大会、うん、で15日前後からは土砂の投入と、はい、そして、9月に入ると自民党の総裁選が始まります、はい、で同時に統一地方選挙、うん、名護市議会議員選挙とかいろんなところで地方選挙が始まるんですよ、うん、これ見た時に私ね、ピーンと来たのが、ああその前哨戦かな、来たのがこれあくまでも自分のシミュレーション、うん、自分が参謀だったらやるよっていう話をしますけど、はいはい、作戦はね、はい、自分がねある陣営の参謀であれば、うん、7月の後半に、うん、私はもう続けられないので、後継者に託しますということで、辞職をすると、うん、あくまでもこれは物語でございますよ、はいはい、辞職をします、うん、辞職をして8月の11日の県民大会で、うん、それの報告と後継者をここで発表しちゃう、やめて、ドーンと発表しちゃう、わー最悪の、うん、そしてストーリーじゃないか、そこでやはり盛り上がった、それから 4,5 日後に辺野古に土砂の投入が始まる、はい、で当然この公約の最大の、ポイントは、埋め立て承認撤回っていうことを声高にしたけど、だって海が埋め立てられていくんだから、ね、これを止めるには、承認撤回するしかないぞって言って、ね、叫んじゃうすると海が大事だな、十分かわいそうって言ってる人たちはそれに乗っかっちゃう可能性があるですよ、うん、で当然ながら選挙は、うん、源ちゃん7月に、まあ、僕もう降りますって言ったら選挙は9月になっちゃう、うん、9月っていうと、うん、総裁選、自民党の総裁選がありますから、うん、党本部から有名どころが全く来れない、来れないんだな、来れない、これまで計算してるからもう来れない、かも、ね、そして、統一地方選挙、うん、はい、もう各地域のね市議の皆さん、村議の皆さんはもうそれどころじゃない、自分のね、自分たちの選挙でもうかかりきになっちゃう、そしてなんといっても、保守陣営が一つにまとまっていないと、こういった中で、こういったシナリオをもし実行するとしたらかなり高い確率でビンゴっていうことになっちゃうんではないかなと思っちゃったりしているんですけど、まんざら外れてはね、いや今考えたら、うん、その筋がありかな、ね、うん、それに気づかせないためにまあ、選考委員会も1ヶ月以上も開いてないって言ってるのか、うん、もしかするともう決まっちゃってるから開く必要ねえよっていうのが本当かもしれないし、まあ、これはあくまでも源ちゃん物語でございます、うん、物語だけどさ、だからさ、物語なんです、私たちからするとやっぱりこう有権者の気持ちを第一に考えてほしいよな、そうですよね、うん、まあ、だから沖縄を良くしたいっていう人だったら別に誰でもいいんです、右とか左じゃないんですよね、関係ない、うん、本当にだから沖縄県をもう経済的にも本当にこう心を落ち着く素敵な場所にしてくれる候補者だったらいいんですよ、そう、あと、ね、この沖縄の子供たち、うん、すごい可能性秘めてる、そう、アーティストもいる、ね、うん、あとシンガーもいる、ダンサーもいる、はい、ね、芸術に優れた子たちもいる、スポーツマンたちもいるし、ね、そう、すごいですよ、そういった人たちはやっぱりどんどんやっぱり伸ばしていくっていう政治をね、うん、やってほしい、うんうん、もう半吉ばっかりじゃなくて、うん、もっともっとやっぱり庶民の生活とか、ね、あとその沖縄の未来そのものである子どもたちに飛躍のチャンスを与えるような政治をね、はい、やってほしいなっていうふうに、そう、夢と自信をね与えるような、思いますね、大人にならんとかいかんのじゃないの、そう、沖縄からね、アムロちゃんみたいな子がどんどん出てきたら最高じゃないですか、もう毎日音楽番組ですよ、もう ね、本当よ、
だからそういった風になったらいいななんて私たち思ってますけどね。はい、と、はい、いうことで源ちゃん今週もあれですか。いや、あと2分ぐらいありますけど、はい、もうなんかすごいね、今沖縄混沌の中にあるなっていう感じがしてならないんですよね。はい、あ、それにまた追い打ちをかけて台風8号お願いします。台風8号それてください。もう沖縄県にはね、もうこれ以上被害が起こらないように人生ね、そうなんですよね、人の命も奪わないように、はい、特に台風見学、うん、もう絶対に行かないでくださいね。はい、台風がどんなに怖いかっていうのはね、うん、もう大変でしょう。こう面白半分で台風見学行って事故にあってまさに自分の命をかけてしまったら大変ですから。そう、特に新しくできた浦添 の、 西海岸道路、あ、道路、あそこはもう堤防低いし、あ、堤防低い、海そばにあるし、うん、ね、台風の時にそこ通ると確かにザッパーンって来るかもしれないけど、いやその波に持っていかれたら大変ですからね。本当ですよ、はい、そういったところも十分にやっぱ注意していただきたいなと。だから来週はね、また皆さんと楽しい話題でね盛り上げたいなと思いますんで、ぜひ台風8号それてください。よろしくお願いします。そして本土の方も大雨の被害がありませんように心から祈っています。それではまた来週お会いしましょう。もぎちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週よろしくね。